え今、緊急で動画を撮ってます。えー、ポケモン、スカーレット、バイオレットの更新データをダウンロードすると、あの、セーブデータが消えるっていう問題が発生してるみたいですね。えー、この件について思ったことは、対戦勢ざまうって思いましたね。な、ま、ん、あ、でかっていうと、多分ね、テラス、ス、テラスピースを あの、結局50個集めなきゃいけない問題で、こうね、仕方なくまたいや、俺はでも公式を信じるからって言ってね、50個集めてた人間が、とか、あと、イエスさんのトリメスのトリックルームとかの問題を上に相手にされてないことに関して、まあ、それでも上を信じるって言って、必死にいろいろこう作業してた人間どもがね、みんなデータを削除によってね、また裏切られたんですよね。 もうこういうのって、あの、初めてじゃなくて、昔からポケモンの公式ってこんなもんなんですよね。だから、スカレット・バイオルって初めて洗礼を浴びた人には、まあ、あのね、ありえねえよって思ってるかもしんないけど、あのね、正直ね、運営はね、ガチ勢は見てないんですよ、正直。マーケティングとして。で、だからね、毎、毎年の公式大会の対応とかにね、慣れてないから、こう、発狂してる人間見るとね、気持ちいいっすね。 愉快だなと思って、あのデスゲームの上で見てますけど、<laughs> もうざまだなと思いましたね。もう公式な信じる方が無駄でね、それを分かった上で、こう、必死に対戦するための作業、まあ昔、ブラッシュゲーミングの時に、その行ったんですけど僕は、あのブラッシュゲーミングの時にそのポケモン部門全員首、首っていうかあの、あの、不合格になったっていう時に、その、将棋の駒を、 自分で切り出すとこから始めて将棋する人間なんて誰もいねえよって言ったよね。で、あの、5番作って、イグ打つ人間もいないしってで。最初からその、もうなんか今って別になんか、いきなり遊べる面白いゲームいっぱいあるし、課金でこう、ショートカットして対戦だけやる、でやるみたいなことできるのに、なんかどんどんこう、レートのルールは少なくなるのに、レートのルール昔は4個も5個もあったからね。 レートのルールは少なくなるのに、なんか、金取られるものだけどんどん増えてって、でセ、セーブデータは壊れるし、育成環境はどんどん劣化してくのに、なんか、金はどんどん増えてって、で、またせ、また、ね、あの、ニンテンドオンラインに金払ってんのに、また、追加データで、あの、セーブデータ壊れながら金を払うっていう。いやね、もうね、いや、愉快ですね。ほんと。気持ちいい。あの、 実はスカーレットバイオって持ってないんですけど、あの、持ってないから人間からしたらね、もうね、俺の選択が間違ってなかったなってね、思いましたね。ただ、ポケモンユナイトがね、今、あの雑誌んでとんでもないことなってます。で、ポケモンカードゲームイカ様の根本的な対策とかがもうめちゃくちゃなんで、で、マスターズはなんか、もう老人しかやってないじゃないですか。だからそう考えるとね、ポケモン界隈終わりですね。 正直なんかね、ポケモンっていうコンテンツから離れてる人が一番賢いんじゃないかなと思ったけど、それでもやっぱね、ポケモンが好きな人にとって、デザインが優秀だと思うんですよ、キャラクターとかの。で昔のアニメ作ってた人たちとかにね、ほんと感謝した方がいいと思いますね、今の運営は。デザインとかね、考えた人たちに、あと曲とか作った人たちに。 それだけなんかね、あの、貯金でこうしのいでるっていう感じがしますよね。ポケモンっていうコンテンツ自体が。これからどうなるかはわからないですけど、アニメもね、俺ね、意味わからないなと思って、あの、あの、今のさ、なんか、季節大百科のコロスケみたいなサトシとかが、がこう3、4年前でできてからよくわかんないなと思ってるんですけどで。貯金がなくなった時、本当とワゴンになるなって思って、ね、あのー、どうすんのって思いますけど。 まあ、とりあえずセーブデータ破損気持ちいいって思いましたね。あのー、でもそれでもね、あの、ほら、公式が言ってること守ってね、どんどん伏せ払っていかないと。ね、ダメだよね。うん。本当に、ポケモンが好きなのね。俺は前から言ってるけど、なんかその、で、ね、将棋の駒を自分で切り出すのはバカだって、バカだから、ね、<laughs> もうぶっ転いてね、もうなんか、もう改造ポケモンショーダウン、スイッチハックとかね、 そっちやってる人の俺頭いいと思ってますね、正直。うん。でもそれでもなんかね、あの、そこをこう、そういうのにしのいでも、その対戦がイエスさん、メスのトリックルームとか、あと急になんかヘイラッシャーがナーフされたりとかね、あれバグだったのかみたいな。そう。急に仕様変わったりとか、あとなんか、そもそもこのトリプルバトルがなくなったりとかで、そこの部分をこう、どうにかしてこう、違法行為でしのいでも、 その対戦環境自体がゴミになったりとか、対戦がなくなったりするんですよね。で公式大会が準備期間なかったりとか。昔はね、名前で、名前で会場から弾き出された人もいましたけど、名前が、ね、あの本人の名前のせいでって。<laughs> だからね、もうめちゃくちゃだよね、うん。今回長くなったんですけどね、ちょっといろいろ喋ってしまいましたね。うん 自分もね、正直にそんなポケモは嫌いではないので,で、こうやってこう発信していくことで問題提起できたらなって思いますね。うん。まあ、や、あわよくばこう、あの、情報商材屋さんの学ブさんみたくね、ちょっとがっぽり行きたいですけどね。やっぱ大事なのは金ですね。見てるか上